はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、セガさんへやってきておりますね。はい、なんでかというとですね、6月4日が虫キングの日に決まったということで、ぜひ我々もこれから虫キングやってみようじゃないかということで、こちらですね、虫キング研究所があるということなので、我々やってきましたね。はい、ぜひ、こちらに勝負を挑みたいなという形でやってきました、はい、じゃないんですね。そうだね、はい、はい、では行っていきましょう。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。虫キング研究所へようこそ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。通りと言っており、その通りでおなじみの虫キング研究所の通り研究員です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いしますね。はい、ということでやってまいりましたね。はい、で我々ですね、なんと虫キングをやったことないんですよ、ね、ないんですよ。だからあの通りさん、お願いします。教えてください。はい、というわけで、はい、お願いします。教えさせていただきたいと思います。はいはい、います。はい、というわけでですね、このゲームすごい簡単なので、はいはい、もうやってみよう。はい、まずはじゃあお願いします。はい、というわけで、はい、早速やってみましょう。はい、はい、ではボタンを押してください。はい、ここですね、今あのイベントをやってると、ここでお知らせが出てきて、うん、ちょうど今 SS レアのサタンオオカブトっていう最強のカブトムシが、かっこいいね、出たところです。はい、超タイミングいいですね。はい、運が良ければこいつゲットできるかもしれません。はい、というわけでやっていきましょう。はい、このモニタ君があのゲームの中で全部説明してくれます。はい、はい、でここで記録カードというものを読み込むんですが、持ってたりは、記録カード持ってます。持ってますが、おー、いいですね。まえちゃん、あのバトルの成績とかが全部記録されてきます。はい、なのでこれは忘れないでください。というわけでスキャンしましょう。はい、どうぞ。はい、 OK、 入りました。これまえちゃん、はい、さあ、というわけでここでモード選択に行くんですけれども、あのスタンプがあのこのゲームにありまして、記録カードに、はい、スタンプが貯まると、ここで V ガジェゲットっていうのが得られます。スタンプが全部貯まると、あの V ガジェという秘密のアイテム、20個、はい、20個だ、秘密のアイテムがゲットできるようになります。 V ガジェ上にある、あ、ありますね。はい、あ、あれ、あ、あれがゲットできる、光か闇か、そう、今回のバージョンは光か闇、あ、はい、どっちかがゲットできる、変わるんですね、これ。そうです、そうです。あ、え、炎とか、あ、炎とかもありました。水、水もありました。お、冴えてますね。まあ今回はちょっとスタンプがまだ溜まってないので、一人で遊ぶか二人で対戦かをやるんですけれども、はい、まあ初めてなので、一人で遊ぶを、ね、はい、やってみましょう。ではボタンを押してください。モード決定です。まずはバトルの準備。はい、で、もしカードを持ってたら、ここでスキャンすると君の虫カードが使えるというわけなんですけど、まだカードは初めて持ってない。持ってないですね。なので、こういう時にボタンを押すと、これレンタルしてくれる。レンタルだ、はい、レン型クワガタという、レン型クワガタ、はい、というわけで、まずはレン型クワガタですやっていきましょう。じゃあ、はい、押してください。カードスキャン完了。はい、ここでもし V ガジがあったら、ここでセットすれば、はい、使えるようになるわけですが、まあ今ないので、まあ、ボタンを押して V ガジなしでバトルしていきました。V ガジなしでバトルで、バトル準備完了。これで準備完了です。うん、さあ、ここで、メインバトルとイベントバトルっていうのがあります。うん、あのイベントは期間限定でいくつか遊べるようなものがあるんですけれども、まあ、ちょっと難しかったり、うん、特殊なルールだったりするので、まあ、まずはメインバトルを遊んでいきましょう。はい、メインバトル面白いね、地図がね。うん、これがあの主人公のみんなが住んでいる大津野市という町ですね。はい、この町を巡ってバトルしていくというわけです。ステージ決定。これ、ああいう方の小次郎くんというクワガタなんですけども、はい、というわけで武者修行の旅に出発ということで、はい、強さを証明してください。やっていきましょう。というわけで、はい、ここからはではですね、操作をお任せしたいと思いますが、2ラウンド選手制で、あの相手を2回倒したら勝ちになります。はい、まずはね、虫の登場。はい、めっちゃ動いてる。はい、面型クワガタというクワガタですね。神秘のクワガタだ。はい、あ、必殺技グーだった。そうです。グーチョキパーで対戦する。そうですね。はい、で、一つ虫はグーかチョキかパーのどれか必殺技を持ってます。あ、チームの強化100だ。そう、今はね、1匹だけなので100なんですね。これ、じゃんけんで対決するんですね。そう、じゃんけんで対決する。じゃんけんだ、じゃんけんだったら分かりやすくていいね。はい、うん、で、相手も今、1匹で100ですね。はい、なので、チームの強さは同じです。うん、なので、じゃんけんで勝てば攻撃できて、勝てると。勝つタイミングで必殺技打てるという。さあ、というわけでいきましょう。相棒のですね、あの小次郎くんがヒントを出してくれます。最初パウトして、お、いいですね。よーし、はい、で、攻撃に勝つとゲージを高いところで止めていきましょう。
頑張って一番上で止めましょう。おっ、よっしゃー、まあまあよかった、まあまあよかった。そうするとダメージがね、上がるんです。これで結構飛ばしてる。いいですね、いいですね。はい、あと一発ですね。ボタンを押せる。お、いいですね。そうです。あ、必殺技だ。必殺技の時はゲージなしでもう 100% ダメージが入るので。あ、そうなんですね。はい、必殺技で勝つと大きいですね。なるほど。まずこれで1ラウンドゲット、おめでとうございます。おお、やったー。いいですね、順調です。あ、結構上だ。あー、惜しい。あ、でも1だから。はい、これでクリアー。オッケー、キュウリアですね。はい、おめでとうございます。よかった、ギリギリ。よかった、熱い勝負でしたね。光ってなかなか。すごい。さあ、これでね、初バトルだったからね、無事勝てたので、まあ、学ぶ君は撃破です。なんだけども、バトルを見て、いろんな虫が集まってきた。はい、これで今、いろんな虫がこの町に集まってきました。すごい、はい、そこの隠れてる影になってるところですね。ここに虫がいるので、このレバーで虫網を操作して捕まえましょう。今の SR はスーパーレアですか。そうですね、 SR はスーパーレア。あれがレア、これレアです。あ、いいですね、レアレア。よし、はい、で、この真ん中のやつは大型でちょっと強いんですけど。じゃあこいつにしよう。あ、そうだね。そうですね、ほい、オッケー。またりゅう、小次郎がカメラを持ってきましたね。そう、なんとこの写真を撮ったそのままの構図でカードになるんです。おお、はい、じゃあ自分だけのカードが作れるんですね。そうです、その通り。お、いい、うまいですね。カード撮影中だね。さあ、今カードをね作ってるんで、ちょっと待って。おっと、これマスターブラックというおじさんは有望な虫バトラーに勝負を挑んでくることで有名なんです。というわけでボタンを連打しましょう。せーの、スタート。押せ押せ、どんどん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 押せ。さあ、いくついったかな。79コンボ。おお、うわ、すごい。ブイガジェスタンプゲット。この V ガジェスタンプが、おー、勲章ゲット。64連打を超えたのでスタンプ勲章ゲットしました。おめでとうございます。これはで、このスタンプが貯まるとさっきの V ガジェがもらえると。あ、そういう仕組みになってるんだけど。おっと、出ましたね。出てきた、出ました。はい、ゲットしました。アヌビスゾウカブト、おめでとうございます。というわけで、次からこのカードね、ぜひ使ってほしいなと思います。そうだね、はい、このゲーム、はい、こんな風に簡単に。これが今のが一人モード。はい、これが一人用モードですね。でも、その隣にあった2人で対戦モードってあったけど。あった、あった。もうやってみたいね。ちょっと気になる、はい、パパとやるか、それ。お、はい、じゃあやってみましょう。はい、はい、じゃあ僕は後ろで見てましょうか。はい、今回ちょっとカード借りますので。はい、はい、カードは投げるから。カードまず使っちゃう。はい、ここでスキャンしてもらって。虫カード1。はい、ジュダイクスミヤマクワ。そう、うわ、すごい、かっこいいね。はい、スペシャル、スペシャルや。なしで SS や。そう、SS や。で、他はとりあえずなしでいきましょう。はい、はい、お助け123なしで。なしです。で、エイシン君の記録カードを作りましたんで、はい、はい、これを煮込んでください。はい、セット。カードがなきた。はい、よし、よし、次に 2P のバトルの準備だ。はい、使うカードを入れてください。エイジン君も借りました。はい、さあ、借りたカードがサタン。おお、今、はい、今キャンペーンです。はい、今登場したばかりのカードですね。はい、よし、パパが勝つよ。いや、エイちゃんが勝ちます。この必殺で絶対勝ってみたいな。はい、では、まあ、お互いの虫がこれで入場するので見ていきましょう。おお、さあ、おぉ、かっこいい。はい、ジュダイクスミヤマ。必殺技はチョキだ。必殺技はチョキです。強さ240だって。名前がいいじゃん、ジュダイクス。はい、ヨーロッパで一番大きくて強いんですよ。おぉ、あ、でかい、でかい。ボリビアの秘宝、サタンオーカート。おぉ、270じゃん、強さ。よし、ガッ、必殺技パーだよ。あ、これ、これあれじゃない、必殺技対決になる。そうです、必殺技を押したらワンピー側のが今有利な状況。では、さあ行きましょう、ラウンド1。はい、あ、これ、Aちゃん先にも見られちゃったかな。おお、グーだ。アイクラとお互いにダメージですね。あ、やった、おっと、おっと、来た、はい、お互いに必殺技を打ち合いましたね。
うわすごいすごい、おすごい、お互いに必殺だ。倒した36、これかなりのダメージですね。結構ダメージが出た、はい。あ、やばい、よし SAS いけ SAS SAS よし、はい、いけ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 、はい、サタンエアスピンという役なんですけど、空中でぐるぐるぶん回します。おっと、よっしゃー、すごいダメージだった。まだエイシン君有利ですね。あ、やばい、よし一発いけSOSSAS ね、あ、SAS 惜しい助けてになっちゃうから、よし、いや、これでラウンドは終わっておりましたね。おめでとうございます。さあ行きましょう、このままラウンド2です。おぉ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 、やれる、勝てるんじゃないこれ、やれる、どうだろう、おっしゃー逆転勝ち、よしよし、よし、1対1だ、はい、これで1対1、これで勝ったら、勝った方が勝ちです。まずい、さあどうなるか、よっしゃー、いけ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 、このまま勝つぞ、これはあかんやつですね。よし、はい、よっしゃー、全然減ってないもんね、さあ、おめでとうございます。というわけでですね、イエーイ、サタンオオカブトの勝利ということで、おめでとうございます。強かったね。はい、それでですね、はい、我々2016年6月25日、26日開催の次世代ワールドホビーフェアに参加させていただくことになりましたね、はい、うわ、参加？参戦？参戦ですね、参戦、はい、すごい、お待ちしております。我々戦いますんで、はい、その時のですね、ぜひルールをちょっと、はい、トリさんに教えていただきたいんですけれども、はい、虫のカードにはですね、はい、このうちの下の方に星がね、入ってるんです、星入ってますね、はい、まあ、見てください、星入ってると思うんですけども、これを合計9個まででチームを作ってもらって、うん、みんなでバトルしようと、なるほど、これでもう強いカードを持ってる人が勝ち上がるってことがなくなるわけですね。そうですね、その通りです、はい、いろんな虫がね出てくるんで、すごく面白いバトルになると思います、うん、はい、そうだね、というわけで試しに僕と、そうですね、はい、一戦、レイシン君とこう前チャンネルチームと鳥研究員と対決ということにしましょうか、はい、で今回は V ガジェも使わせていただこうかと、はい、V ガジェもね、まあ、僕も V ガジェあるんですけども、はい、やりましょうか、やろ、はい、お願いします。で僕の方は、で僕はちょっとメタリフェル補佐カードが好きなクワガタがいるので、それって、はい、これちょっと青いメタリフェル、今限定の、そう、今限定の限定、はい、青いクワガタ、かっこいいね、これかっこいい、これが、スレアナール3で、はい、そしてヒゲナガカメキでまた3で、はい、ツクツク帽子で2で、そしてツマグロ大横ばいで1と3321で合計9ですね、9ですね、はい、はい、です。そして V ガジェは光の V ガジェ、おぉ、セットされた、はい、セットしました。でですね、これガチャンと押すと V ガジェにパワーが止まる、すごい、はい、まずはサタンオオカブト、サタンオオカブト、はい、そしてそしてお助け、大スカシバですね、大スカシバ、はい、少量バッタ、少量バッタ、はい、オッケー、最後はクマバチ、クマバチ、はい、クマバチ、これで9ですね、はい、さあそして V ガジェセット、 V ガジェセット、はい、OK、で押す、はい、闇の V ガジェセットしました。そして、はい、上からギュッと、パワーチャージ、はい、OK、というわけで、はい、よろしくお願いします、握手して、握手しました、よろしくお願いします、お願いします、勝つぞ僕もね、普段虫バトラーの皆さんとバトルするんですけど、はい、この間やったイベントの時は2勝4敗で負けたので、なんとやっぱじゃんけんだ、だ僕に勝てればワールドホビーフェアでもきっといい成績が残せると思います。というわけで僕の超大型メタリフェル細長クワガタ、かっこいいな、僕はですね、実はチョビです、はい、お助け虫が入ってるとここで紹介されます。あー、なるほど、マグロ大横舞い、はい、
で、強さが僕は362。さあ、うちのチームどうだ。はい、来た。やっぱね、さっきね、パパ散々苦しめられたからね。この必殺技強かったですね。はい、おパーだな。はい、さあ、V ガジェット。V ガジェっていうのはまた別の必殺技みたいなのがあるんですね。超必殺技ですね。超必殺技、はい、ただ試合で1回しか使えないんで。ああ。だってこれ使うタイミングを見極めないと。そうですね。そう、グーを押すと発動できるんですけど、あ、使いたくない時に押さなければ大丈夫です。あ、なるほど。はい、で、強さ371ですね。なんで強さ的にはほとんど一緒です。ほとんど一緒。はい、ただ今この時にグーを押すと使えるようになります。なるほどなるほどなるほど。はい、おっと、ここで使ってきた。おーし、これはとどめだ。とどめ、とどめを刺される。いけ。あっ、よっしゃ。完全に深読みしてる。とどめだ。おお、これが闇のブラックホール。ブラックホール。おお、なんかすごい、そういうことになった。僕の虫がね、おお、そういうことになった。吸い込まれて、吸い込まれた。バンバン、よし。129だったよ。え、これさ、最初からすればいきなり飛ぶんだよ。確かに、僕の体力確実なんですからね。ただもうこれで今、あの V ガジを使ってしまったので。あ、そっか、はい、この全体のバトルで1回なんですね、はい、そうなんです。そっか、今もったいなかったな。まあでも確実にこれでワンラウン取られましたからね。パパ、ゲージの時になってパパやるよ。あ、そういうタッグいいですね、うん、はい。うわ、パーフェクトだ。あー、残念だった。僕はね、研究員とちょっとね、ここは頑張っていかないと、あとで研究所の人に怒られますからね。はいはい、知られる。あー、呼ばれてる、呼ばれてる。やばい。これ、Kじゃん。ほい、わー。いやー、でもこれは、これは厳しいな。あ、クマバチがお助け技がある。クマバチにお助けされる。ど、毒、毒、毒ヘビースパイス。耐えて、あ、耐えらんない。よっしゃー、KO。 やったー。よし、負けました。よし。はい、ということで、はい、トリケンケンは本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、勉強になりましたね。はい、ありがとうございました。あの後ね、一勝して2勝になって、そうだね、はい、僕2連敗で。はい、結構勝ってたね。はい、乾杯でした。強くなってきた。そうですか。いやいや、この調子なら、はい、あのワールドホビーフェアのね、大会もいけると思いますので、はい、はい、待ってますんで、ぜひ頑張ってください。はい、はい、よろしくお願いします。で、ワールドホビーフェアの大会については、あの、虫キングの公式ホームページの方にいろんな情報載りますので、はい、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、6月4日の虫キングの日を記念して、はい、たくさんのですね、はい、キャンペーンが行われるみたいですね。お、はい、まず第1弾としてですね、はい、6月4日から、はい、お楽しみセットが当たるツイッターを使ったキャンペーンがあるみたいですね。はい、はい、なんか何が当たるか楽しみだね。はい、はい、詳細はですね、虫キングの公式のホームページをチェックしてみてください。はい、はい、ということで、今回は以上でございます。バイバイ。